人気お笑いトリオダチョウ倶楽部のメンバーの上島竜兵さんが亡くなりました。61歳でした。所属事務所によりますと、今日未明、東京都内の自宅で家族が異常を発見し、病院で上島さんの死亡が確認されました。自殺を図ったとみられています。上島さんは兵庫県出身で、肥後克広さん、寺門ジモンさんとダチョウ倶楽部を結成し、バラエティ番組を中心に活躍しました。また神戸豚まんサミットで豚まん100年大使を務めるなど、神戸の観光 PR にも尽力しました。今悩みや不安を抱えているという方は、心の健康相談統一ダイヤルがあります。このほか厚生労働省のホームページでも相談窓口が紹介されています。一人で抱え込まず相談してください。